よーし、今日はプチ電車シリーズで遊ぶぞ。みんなはどんな電車が好きかな？いろんな電車が出るから最後まで見てね。よーし、それじゃあ今日は砂のパズルをやっていくぞ。まずは緑色の電車、湯布院の森から。どこかな？よく見ると窓の数も電車によって違うんだね。あ、ここだ。やったー。よし、今度はこの白い新幹線だ。どこかなこっちかな。ちょっと違うな。あ、わかったぞ。ここだ。やったー。よし、どんどん行くぞ。次はこのオレンジ色の中央特快だ。中央特快は四角いからちょっとわかりやすいぞ。どこだあ、ここだ。よーし、今度は黄色の新幹線、ドクターイエローだ。かっこいいぞ。ドクターイエローはどこだろう。あ、この右下、ドクターイエローと形がぴったりだ。よーし、大正解だ。お次はキハ283系、スーパー青空だ。よく見ると前の方に青空って書いてあるよ。スーパー青空はどこかな？難しいな。あ、ここかな？よいしょっと。あ、やっぱりぴったりだ。スーパー青空もとってもかっこいいぞ。よーし、どんどんやっていくぞ。お次は681系サンダーバードだ。残りは2つだから簡単だぞ。サンダーバードはここだ。ヤッホー。最後は N400 系新幹線だ。よいしょっと。やった。これで完成だ。よし、今度は違う新幹線や電車を使ったパズルだぞ。お次は223系電車だ。四角い形を探していくよ。どこかな？あ、ここかな？よし、ぴったりだ。よし、次は新幹線800系ツバメだ。とっても速そうだ。ツバメはどこかな？みんなわかるかな？ここでもないし、ここでもないな。あ、ここかな？よーし、今度は新幹線の小町だ。小町もとっても速そうだな。かっこいいぞ。小町はどこだろう？ここでもないし、ここでもない。あ、ここだ。よーし、今度はサンライズエクスプレスだ。サンライズエクスプレスもちょっと珍しい形をしてるぞ。よーし、バッチリだ。お次はこの電車はみんな何か分かったかな？これはソニック883系だよ。青色でかっこいいぞ。よーし、残りは2つだ。今度の黒色の電車は787系リレーツバメだよ。黒色の電車なんてちょっと珍しいよね。よーし、バッチリだ。最後の電車はブルートレインはやぶさ富士牽引車。よーし、これで完成だ。いやっほー。キラー。わー、ミツバチが僕を追いかけてくるよ。今日はトーマスとケイトリンとジェームスで競争するよ。誰が一番速いかな。ひえー、なんていう登り方なの。いやー。よーし、出発するぞ。レッツゴー。トーマス、あんまりスピード出さないでよ。わかってるよ、プララベル。トンネルがあるぞ。くねくねした道だってうまく走れるよ。どうだい、プララベル。僕はとっても運転が上手だろ。そういうとトーマスはもっともっとスピードを上げていった。今日もとっても天気がいいな。トーマス、下は崖だから気をつけてよ。大丈夫だよ、プララベル。あ、あれはケイトリンだ。あらまあ、トーマス、ごきげんよう。わあ、ケイトリンもとっても速いな。よーし、負けないぞ。よーし、それじゃあトーマス、競争しましょう。ケイトリンが小さなトンネルをどんどんくぐっていくよ。軽トレインも運転がとっても上手だ。やっほー、カラフルなブロックのトンネルだ。トーマスも上手にトンネルをくぐっていくよ。ここはグラグラだ。いえ、危なかった。今度はトーマスもやってきたよ。わあ、ボケちゃいそうだ。よいしょっと。なんとかトーマスも渡れたぞ。トーマス、なかなかやるじゃないの。いやっほー、ケイトリンも運転がとっても上手だし速いな。でも僕もスピードでは負けないぞ。トーマス、あんまり飛ばしたらダメって言って。ケイトリンもトーマスもどんどん走っていくぞ。わ、今度は長い橋があるぞ。これは下に落ちたら大変ね。気をつけないと。ひえ、とっても怖いわ。わあ、すごく高い橋だな。落ちたらまたトップハム発表に怒られちゃうぞ。気をつけて気をつけて、渡っていくよ。わあ、今度は上り坂だわ。ケイトリンもさすがに上り坂は大変そうだな。もう少し。ケイトリン、もう少しだ。頑張れ。ひえ、ケイトリン、あれまー。よーし、今度は僕が行くぞ。トーマスは上に上がることができるのか。わあ、やっぱりすごい坂道だ。トーマス、頑張れ。うおー、よーし、なんとかトーマスが上に上がったぞ。で、今度はなんだこりゃ。今度はすごい下り坂だ。だけどトーマス、慎重に慎重に降りていくよ。気をつけないと脱線しちゃったら大変だぞ。今度は鼻の赤いジェームスがいるよ。大変だ、僕をずっとミツバチが追いかけてくるんだ。わあ、逃げても逃げても追ってくるぞ。ひえ、もう来ないでくれ。わあ、ジェームス、大変だな。しかしすごいスピードだ。ひえ、どこまで追ってくるんだよ。わあ、あれ、今度はジェームスが前にやってきたぞ。ジェームス、なんだか蜂に追われてるみたいだけど、とっても速いぞ。よし、ジェームスも追い抜いてやる。ジェームスがトンネルを抜けると、あれ、ミツバチがテントウムシに変わったよ。ジェームスと一緒に動いてとっても可愛いぞ。ダメだ、ジェームスは速すぎる。よし、変身だ。わ、トーマスは優先系トーマスになったよ。ヤッホー、トーマスもすっごく速くなったぞ。わあ、今度はデコボコ峠だ。よーし、行くぞ。それー、大成功。ジェームス、とっても上手にデコボコ峠を降りていったよ。それー、わあ、トーマス速すぎるよ。よーし、ジェームスを追い抜くぞ。それー、わあ、簡単にジェームスを追い抜いたぞ。やっぱり流線系トーマスはすごく速いな。わあ、テントウムシが僕をずっと追いかけてくるよ。ジェームスはそれどころじゃないみたいだ。あ、助けてー。わあ、やっぱり僕が一番速いぞ。どんなもんだい。ひえー、トーマス、もう分かったからスピードを落としてー。そうだよ、トーマス、またスピード出しすぎると事故を起こしてしまうよ。みんな、今日も見てくれてありがとう。みんなはトーマスとケイトリンとジェームス、誰が一番好きかな。コメント欄で教えてね。ちなみに僕はジェームスが一番お気に入りなんだ。あとまた見たいと思ってくれた人はこの右上からチャンネル登録もしてね。それじゃあまたね、バイバーイ。